そうですね、出だしの方では相手をディフェンスの方で止めて、そこから走って早い展開でリードできたんですけど、途中でやっぱり相手の、オフェンスリバウンドと、スリーポイントを止めるのが、特にトランジションで止めるのがすごい難しくなって、すごい課題が残った試合だと思います。第1クォーター終盤から、結構その外のシュートが、島根さんの外のシュートが決まり始めたと思うんですけど、そのあたりの守る部分での難しさだったり、より徹底しなければいけなかった部分っていうのは、今振り返るとどのあたりになりそうですか？相手のシュートにもやっぱり種類があって、やっぱりそのワンオンワンからのミドルシュートは、ある程度打たせていいっていう、ゲームプラン、やっぱりそこで負けるのはやっぱりないなって分かっていたので、ただやっぱトランジションでのスリーポイントとスイッチしてからの、相手のガードのスリーポイント、あとコミュニケーションミスのスリー、そういうところがやっぱり負けた原因だと思います。テーブス選手自身、昨日の試合が、今回先発で、この2戦やって、投手でスタートで出てっていうところでしたけど、改めてその2試合を終えて、今、自分が経験していたのっていうのは、どんなところになりますか？残念ながら2連勝できなかったんですけど、やっぱり自分のプレーに関して、やっぱりいい部分もあれば、やっぱりな成長していかないといけないなっていう部分もあるので、でもそれは、このチャンスを与えていただいて、やっぱりいっぱいプレータイムもらって、いい経験にはなったと思います。第3クォーターからですかね、結構点差が開いてから、相手の守備の激しさが増したところもあると思うんですけど、結構攻撃のところで難しいような時間帯もあったと思うんですが、そのスコアするというところでのチームとして、その辺は中盤以降、どういうふうな難しさがありましたか？もちろん相手のそのプレッシャーがあったので、簡単に自分たちのセットプレーに入れないっていうのもありますし、ただ、ある程度自分たちでイラついてしまったり、ちょっとした空回りというか、どっちかというと自分たちが落ち着いてやるのがやっぱり大事だと思うので、やっぱり第4クォーターからは、ちょっとずつ自分たちの流れで、ちょっとでも点差を縮めるために、自分たちのバスケットできたんじゃないかなと思います。昨日、今日と結果は変わってしまったんですけれども、実際に島根と戦った昨日と今日の違いというのと、あと、今日苦しい展開にはなりましたけれども、その中で、得点で引っ張ってくれたり、皆さんを魅了してくださるプレーがすごく目立ったんですけれども、こういう負けた試合での今日の得られたものというのを教えてください。どの試合ももちろん得られるものはあると思うんですけど、やっぱり、ホームで1試合目勝って、2試合目はおそらくもっと、島根がハードな気持ちでやってくるんだっていうのは分かってた上での、やっぱりこういう結果になってしまったので、やっぱ2試合目こそ、やっぱり自分たちが、受け身になるんじゃなくて、やっぱ攻めるっていう気持ちが大事だと思いますし、ちょっと、流れが悪くなってしまった時も、やっぱりアグレッシブに自分たちのバスケットをやって攻め続けるっていうのが、これからもっとできたらなと思うので、やっぱり課題がはっきり見えたっていうのは、得られたものなんじゃないかなと思います。今日のプレーの面では、その中で良かったと思うのがいかがでしょうか？やっぱりディフェンスの方では、タフなショットは決められてしまったんですけど、ある程度、自分の仕事ができたと思いますし、オフェンスでも、残念ながら今日ちょっとシュートがそこまで入らなかったんですけど、アシストもあったので、そこはいいことじゃないかなと。今日、敗戦を受けて、次の試合は年内、ホームでの最後の試合となります。投球戦を受けたらいかがでしょう。そうですね、この負けを、なんていうんですか、モチベーションとして、次の東京戦、最後、2021年、
最後の試合勝って終わったらいいなと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、お帰りなければ以上させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。